はい、やってまいりました。今日はね、午前中子供の運動会だったので、11時ぐらいからですね、開始になります。今日は私の師匠がですね、昨日私の動画を見てですね、ここでやりたいっていうことだったので、はい、ここに、やりてまいりました。もうね、到着してるみたいなんで、後で合流したいと思います。そう、どうです反応は。当たりあった？うん、まだ俺らも始めて30分も経ってないですよ。本当？ここで今日排水をしてて、うん、じゃあいいじゃん。職員の人間がガーッと行って、うん、あそこ車止めてて大丈夫かな、職員用のあそこの車止めてて大丈夫です、あそこの県の職員か市の職員が全員はけて、あのポール立ててここ止めていいよって言って。あ、本当、うん、あ、よかったよかった、止めていいよってちゃんと許可があるってでかいね流れてる、水流れてんじゃん今日、うん、動きがあるよ、死んでない、まあ、全部水流れてる、すげえ。こっちもね、こんなね動きなかった。そうなんだ、うん、ジョイント負荷ベイトさすただやってみたいだけ。これ一発目なくしたりとかしたら最悪だなってこんなでかいやつで釣れるわけがないんだけど。さあ、ジョイント負荷ベイトで本当こんなので釣れるのかな、わかんないですまだ子供かな。来た、あれか、俺と同じことやってる俺も前やりましたそれ。お、ナイス、すげえ、よいしょ、よいしょよいしょよいしょ、釣れた釣れた、誰が釣れたんですか、誰が釣れたんですか。お、何センチ、何センチでした。22、3センチくらい。おめでとうございます。よーよし、じゃあ俺も愛にしようと。なぎさにしよう、なぎさ。あ、じゃああれだ、カズさん今年初めて初バイトだ。初フィッシュだ。よーよー、嬉しいっすね。めっちゃ昔ぶりじゃない。数十年ぶり釣れた。いやよかった、いいな、よかった、このここ来てよかったですね、うん、もうこの時点でここ来て正解だったってことですよ、釣れたってことは。また当たる、いやここでね40オーバーとかいたらいいんですけどね。もしもこれで釣り上げたら証明されますからね。それじゃあ投げ去りやってみたいと思います。今なんかいましたねあそこにでかいのが、でかかったっすよね30センチ以上は普通にあった。え、どうしたの、どうしたんですか、切れた、すげえ、よくそっち行け、金網外れたら面白い動画ですけど炎上動画になっちゃう釣れない、でかかったなデカバス跳ねた、そう、デカバス今めっちゃでかい、多いかな、ちょっとあの音がビッグバスかもしれないよ、怖え、ここ怖え、どこまでか、どっち側の穴でした、こちら
って。ごめん。危ねえ。いた。今でかいバスがいました。すぐ音を見て逃げていきましたね。蝶とかあったらもしかしたら濃いかもしれないけど。痛い。でも、あ、風さんがね、連れてよかったですね。もう、じゃあ、場所を変更するということで、帰るということで、何年ぶり ?20 年ぶりぐらいですか。そうですね。いいっすよね。20年経っても、できるっていいですよね。捨てがれる感がいいですよね。うん。現在、現在地は柏警察署に。出頭しろと。あの1投目レズブルが当たったところってこれの反対側ですよ、うん、そこちょっと見てみます。オッケーオッケー。でも超水深あれですよ。浅かった見た時はそれ気づかないで最初やった。すごい流れが。お、何これ、全然前と違う水深が。マジですか。景色が違う。うん、あ、面白いかもしれないね。うわ、すげえ深くなってる。何これ、全然違う。面白いこれ。いや、これはいいんじゃないですか。ここの水門がいたのか。そうで、向こうと水位が一緒になったんだね、多分ね。そこ結構カバーが下まであるんで気をつけてください。目がかり、あ、スーパーシャルオレンジ今のあれほぼリップがない、あとここスモラバも結構当たりましたね前回。あれ、あ、食われた食われた食われた、お、食われてる、ほらほら食われてる、くっ、引け引け引け、来い来い来い、おお、これ行っていいのかな、これ。せーの。あ、抜けた？今すっぽ抜けたっぽいね、やっぱ。あ、すっぽ抜けた、やっぱ。やっぱ甘神なんだ。長いですかね。ちょっと長いんで、やっぱ、これちっちゃいやつがいるんですよ。吸い込まない。ここ、いいですか？ここ、そこそこそこ。そこ。スケープ、多分尻尾だけ引っ張ってる感じ。なんかね、休んでんのかな。前もこんな感じだったんですよ。雨食いでがぶりつかないっていう感じ。カズさん一匹か、あげてえな。全然最近釣れてない気がする。いや、神山で釣ったんじゃないですか。今一匹だけですけどね、うん、あとは浦さん、ザコ3匹。ザコ、それらしいのは亀山前の水戸南フィッシングエリアえ、もう1時早っ。天一行かんで、そっちの方にそのまま行っちゃいましょうか。いいっすよ。コンビニかなんかで行くときに、うん、釣りの時間が惜しいっすよ。なんかね、それでいいですか。天一、夜ご飯でいいですか。夜ご飯のまで、あの、持ち越すようだったら夜ご飯で食べてもいいでしょうし。あとね、そこの足元のとこにね、この前は魚が跳ね、あの、いついてた。こう良さそうですよね。うん、難さ少なければもしかカバー、そうそう、なんかね、石になってて、ね、この普通の木がなんか、ね、掘り込んでる感じだった。下に穴が、空洞がある感じ今。おお、カズさんもいいよ。
違う、引っかかって引っかかったよ。そこになんかあるんですか。木があるんだ、たぶん木。もう出かけ行く感じ。スタックしたら、はい、セッティングしたりとか。セッティング、あ、次の、次すぐゲームできるようにってこと。今6号下、6号の下です。すごい大きいな、これ。